さで、まあ、体重は増えてたんだけど、ちょっと万全ではなくて、そのさっきジョキのコメントにもあったみたいに、ちょっとなかなか行けなくて、あ、どうしたんだろうみたいな感じだったんで、あとはもうやっぱジョキがこのゴールをよくしてるんで、でもいつの間にか鼻に立ってたっていう感じで。地方が初出場ですけど、こういう地方の馬場に向いているっていう思いは、そうですね、今日のレース見る限りはやっぱり広い馬場の方が合ってるかなっていう、まあストライドも大きい馬なんでね、そういうのとなると今後の目標というのは中央のレース、そうですね、やっぱりここで賞金が掴んできたのがすごく大きいんで、地方の例えば JBC とかには向かわず、いや、それも、まあ、視野には入れつつ、でも広い、うん、地方よりは中央の方が、そうですね、広い、より広い方が、まあ、ちょっと差が特に狭いのかもしれないけど、そうですね、広いコースの方が合ってる馬だと思います。今年の JBC は多いですけども、うん、多いの1000人のイメージはどうですか？イメージはちょっとないですね。ああ、1400、そうですね、あの今日逃げた馬みたいなシュッとした後の運転のスピードもないし、やっぱりじっくりといけるんですね。ちょっと距離も伸びてもいいのかなぐらいに思ってる、うん、じゃあ、もうフェブラリーステークスとかそのあたり、まあ、そういうところが、そうですね、専用は賞金これで型できればそっちの方に出していけるかなと思います。